福地近尾は日本の海軍軍人。産後海海戦及び南太平洋海戦に昇格運用長として参戦し、その被害の極限化に成功した海軍大佐である。戦後は著作家としても活動した。産後海海戦での昇格被弾状況佐賀県出身。小木中学を経て海軍兵学校に進む。福地は十二期生で同期生に現田みる。 内藤尾、藤田光雄などがいる。福地時数が近い同郷の後輩には後に5.15、事件に関与する同窓の黒岩勇、村山角の佐賀中学出身の藤井人氏、三上拓、小賀清がいたが、福地は藤井らの動きに気づいていなかった。駆逐艦、阿解剖艦、津島乗組、佐世保海兵団分隊長県教艦、戦艦、 春名分隊長などを務め、海軍航海学校を修了している。シナジ変勃発に伴い、陸軍輸送船団指揮官を務め、従順洋艦足柄運用長として、新田を攻略船に参加した。海兵協官を務めた後1941年8月、昇格運用長に就任。新珠湾攻撃、三五海海戦、第二次ソロモン海戦。 南太平洋海戦と、歴戦している。後戦艦、道の空海洋庁に転じるが、大動脈瘤の診断を受け体感した直後に、道の区は爆沈した。海兵運用課長、舞鶴沈樹夫副艦研参謀を歴任し、1945年9月大佐に、進級同年11月予備役編入となった。南太平洋海戦での消火活動福地は、 昇格運用長としてその被害を極限したことで知られる。日本海軍の空母は爆撃に対する抵抗力が弱くミッドウェー海戦においてその弱点を露呈したが昇格は同海戦に先立って米爆撃機により被弾した。三五海海戦は世界初の空母同士の洋上対決で昇格は三発被弾したが福地の防火式は適切であった。 その働きは、死死粉人と称えられる。有馬正文は、艦長就任後に、福地に、防火防水について学び、可燃物撤去、不要な爆弾の弾越えの収納、甲板に消火用ホースの準備などを行っている。福地は、応急指揮官として、連合艦隊司令部の注目を集め、出撃前日のミッドウェイ攻撃部隊の、巡視艦以上の前で講演を行った。 三五海海戦における空母、昇格の爆弾命中、火災発生に対して、応急指揮官として取りたる処置を呼びその戦訓と、題したこの公演は、空母艦内に飛行機がある状態で被弾した場合、一発で、消火は困難であり、沈没は必死でやるというものであった。しかしこの公演中、主要指揮官幕僚は、頭上演習中で不在であり、 公演の要点は伝わらずに終わる。福地はミッドウェー海戦の敗北に痛恨の思いを抱いていた。ありがとうございます。